自分で叩かないとダメだなっていう気合も入りましたし、プレッシャーにもなりましたし、すごくいい経験をさせていただきました。はい、なるほど。中さん、その演じた日和は、はい、ムラグラをつかむシーンなどもありましたけども撮影のエピソードなどはありますでしょうか。その胸ぐらつかむシーン、自分普段というか今まで喧嘩をしたことがないので、お芝居でも実際でも口喧嘩はあっても、さすがに手を出すことが初めてだったので、まずどうやって胸ぐらつかむんですかっていうところから、いろんな人に教えてもらって、ひねるんだよみたいな、あ、ひねる、なるほどみたいな、位置はみたいなっていうぐらい自分の中で新鮮なものが多くて、で役柄的にも全く自分と正反対なので、もう全てにおいて新鮮というか、ああこういう子もいるんだみたいな、すごく楽しかったです。はい、それでは時間になってしまったんで、最後に、これから映画、お客様をご覧になるので、成美さんの方から、見どころなどをちょっと、ネタバレにならない点で、教えていただけますでしょうか。難しいわ。はい、本当にこの作品、ちょっと何を言ってもネタバレになってしまうんじゃないかっていうような作品なので、あまり語らないようにしたいんですが、本当にたくさんの、素敵な役者さんたちが出てくるので、本当に見てくださる方、おのおのの視点を変えて、この作品を通してそういった素敵な役者さんたちのお芝居もたくさん楽しんで見ていただければなというふうに思います。はい、ぜひ楽しんでご覧ください。よろしくお願いします。中ちゃん、お願いします。はい、見ちゃうんだよねいうことはねそうですね、いろんな人が、いろんな女の子たちが出てきて、いろんな女の子たちの事件がいっぱいあって、誰を見てもきっと面白いと思うし、誰に共感できるかなっていう風に見るのも面白いと思いますし、でもきっと1回だけじゃ足りないです。なのでぜひ、今日だけでなく、また来ていただけたら、またより面白いところが見れるかと思います。ぜひ楽しんでてください。松岡敦子、最後にこれからご覧になる方にメッセージをお願いいたします。そうですね、皆さん言ったことと、作った側としては、これいろいろ僕が自由にすべてやってもいい枠組みでやってるので、映画の普通の作り方よりもちょっと違う挑戦というかことをいろいろやっていて、普通ではこういくんだろうなとか、普通ではこうやったり見せた方が分かりやすいんだろうなっていうところを僕が思う見せ方でやっているので、ちょっとあれここなんだろうと思うところもあるかもしれないんですけど、僕のこれがやりたいことを映した映画かなと思うので、ぜひご覧になっていただいたら、最後あと終わってからサイン会とかしますんで、とか外にいますんで、感想とか言っていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではフォトセッションに移りたいと思います。マイクを後ろに。マスクを外して喋らないでください。後ろの方に、はい、下を壁に、下の中に近づいて、もっとじゃあポスターを囲んでマスクを取っていただいて、まずオフィシャルの方からよろしいですか。はい、松田さんもうちょっと寄っていただきます。少し良い形でお願いします。はい、じゃあオフィシャルの方、真ん中中央の、いや、こちらのカメラ、すみません、お願いします。撮ります。いや、すみません、笑顔お願いします。ありがとうございます。よろしいですか。はい、すみません、こんなにこちらに、はい、なんか手を振る感じでいただけますので顔はにこうやったりするか、もうちょっと前は早いかな。はい、じゃあ、今度右の方へ、あ、じゃあ、はい、手を挙げて、はい、
いや、ラストありがとうございます、はい、じゃあ、次は一般の方、はい、あ、ムービーの方ちょっと手を振っていただいて、はい、角度、体の角度こっちを向いてください。はい、手を振って、はい、はい、あとはよろしいですか。はい、じゃあ一般の方、まず中央目線で、はい、お願いします。 SNS 等に上げていただけると、いろいろ感想などをつぶやいていただけるとありがたいです。はい、若干右の方へ今度、はい、右の方でお願いします。右の方中心です。はい、右の方中心です。はい、今度は左の方へ、若干左へ、はい、はい、左の方よろしいですか。はい、ではこれにて終了いたします。成見優衣さん、中万里さん、松尾監督でした。どうもありがとうございました。中さんのインタビューや、松尾監督によるプロダクションノートが掲載されているパンフレットを700円で、販売しております。また T シャツ、なども販売しております。この後上映終了後、今サインを、お二人の出演者にはもうすでにサインを、いただいているものを販売しておりますので、もしサインのない方、本日買ってサインのない方いらっしゃいましたら交換いたしますので、よろしくお願いします。そしてその後監督、は、サイン会を行いますので、もしよろしければ監督のサインも、もらっていただければと思います。 Tokyo Borderless TV